記念碑台記念碑台は、六甲山開発の祖である、イギリス人、アーサー・ヘスケス・グルームの記念碑が建てられた高台。所在地は、兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲123。サンセットドライブウェイ、サンライズドライブウェイ及び裏六甲ドライブウェイといった、各道路が枝分かれする地点で、標高795.6メートル。展望は、連山中最も視界が広く、 氷漁六甲を楽しめる。真冬でも売店は開いており、無表ハイキングでの手軽なオアシスとなる。グラバー商会の出張員であった巨流英国人、アーサー・ヘスケス・グルームは死費を投じて、六甲山へ、植林や、登山道整備を行い、当時の兵庫県知事であった、服部十三などに、砂防や、植林の必要を解き、六甲山村長と呼ばれるようになっていた。 彼の偉業をた,たえた六甲海村の日は有野の村の川原一太郎村長の北起で建てられ、1912年6月23日に除幕式を挙行。大事は服部十三知事が執筆。奇跡は住吉村の六甲塚で選定され、山頂へ運ばれた。石踏みの裏面には有馬郡長、有留清による一家の碑文が刻まれていた。 古来高齢に生きせられたり四六甲の三例今や秘書の名句となる、その開拓創始者を実にアーサー・ヘンリー・グルーム君となす。君は、西暦1846年影響ロンドンに生まれ、貿易商として、我が明治元年4月初めめて、神戸港に来たれり号を営む。同28年たまたま六甲山を抜付して有料を見む。 この地秘書に適すると見るや別荘を経営し次来、圧戦人力労を取りてけちまず。ついに今日のマサをいたすその功績実に戦勝に、あらず、今時に、有馬軍、唐光村、向こ軍六甲村及び、関係有志者相計り階層の功を長く、後世に伝えんがために記念碑を建設す時に、明治45年5月なり、この検証碑は、 第二次世界大戦中の1942年、敵国人のものであるという理由で取り壊された。同日は、兵庫県観光連盟、兵庫県国際観光協会、神戸商工会議所、神戸新聞、六甲山自治会の発起、坂本勝知事の碑文で建て型の六甲山の日として1955年に再建され、同時にグルームの共像も建てられた。 2006年より神戸市は6月5日を六甲の日と定め、2007年からは毎年6月5日に一番近い日曜日に夏山の安全を祈願するグルーム祭で山開きを行っている。ありがとうございます。